ール最初はね小島コールが多かったですよね。見ての通りこれで一つ結果を残したぞ。だけどな俺はもっと強烈な刺激が欲しいんだよ。おいもっともっとヘビーな刺激が欲しいんだよ。お前ら何が言いてか分かるか。おまさかさあオーケーオーケー担当直入に言ってやろう。来月に開幕する G1 にこの俺を出せ。担当直入です。高木が参戦表明。来月開幕する G1 ヘビーだろうがすげえやつはすげえんだ。そして強えやつは強えんだ。それを俺がこの身をもって証明してやるよ。俺の言いたいことは以上だ。以上だ。自身の G1 参戦表明。マイクを閉めました高木慎吾。宮野さん、はい、来ましたね。来ましたね、はい、いよいよ来ましたね。ヘビーなドラゴンが見れるのかもしれません。 G1 クライマックス。おお、力アピールしてますね。 G1 にエントリーしとけと。なんだろう、なんだろうこの感覚。体痛くて体ボロボロで立ち上がれないぐらいしんどいけど、またあいつといつかまた試合ができればいいと思ってる。プロレスラーじゃなきゃわからないよこの気持ちは。すげえ強かった。今の現状自分の中でちゃんと把握することができた。痛くてボロボロだけどさ、でも何とも言えない清々しい気持ちもあるよ。あいつがこうやって対戦相手で今回良かったと思ってる。大きい会場だからとかビッグマッチだからとかそういうんじゃなくてさ、こうやって高木慎吾と4年越し初めて出会って4年立ってこうやってシングルで真正面からやり合うことができたっていうのはね、そう、あの時の2015年からの4年後と、なあ俺と高木の多分経過がいろいろと違うと思うよ。俺は俺で自分に負けないようにやってきたけど、ただやっぱりその年齢とかね、あんまりそのせいにはしたくないけど、いろんなこともあってこうやってまたやることができたっていうのはね、何歳になったって嬉しいよ。だって俺体こうやって動いてんだから、それはそれで今の自分の力のなさを受け止めるしかないし、だったらまた上に這い上っていこうと思います。ありがたいことに明日も試合があるんだ、そういうことを頭に入れて頑張ると思います。あー危ねえ危ねえ。小島聡のなあ右腕単独でもらったら危なかった。あぶね、いや右腕じゃちょっとまだ分が悪いか。本当は右腕で剛腕対決とか言ってな、右腕で勝ちたかったけど、まあ勝つことを優先した俺は今日は。まあ小島ともこれで終わりしたくないね。もっとあいつに俺の右腕をぶち込みたいよ。それはそうとリング上で言ったことなあ、もしかしたら新日本も今日も俺の実力を試すために小島と組んだんか。じゃあ俺も開き直ったぜ。なあ新日本、とことん俺のこと試せよ。なあ試せよ。その代わりどこで試すか分かってんのか。来月の6日ダラスで開幕する G1、 そこで俺のこと試せよ。そしたら分かるぜ。ジュニアだろうがヘビーだろうが、すげえやつはすげえんだ。そして強えやつは強えんだ。俺がこの身をもって